武器集め。どうもエテポンゲーです。今回はこの最後のね、試練4つ目の試練に、行くんですが、ちょっと待ってね。実は、島宝箱見つけたんで、それを先に回収します。よし、はい、絶対武器悪魔のナイフ、悪魔のナイフを手に入れました。よし、これ引っ提げていくか。霊魂の洞窟行きます。行きます。あー、暗い。伝説の武器を探し歩く上子は4つ目の洞窟にたどり着いた。暗闇に光る青い炎、そして心なしか感じる不気味な視線。あ、マウスが邪魔だね。ちょっと見るからに危険な場所である。上子は一刻も早く帰りたいと思った。最奥から何かの気配を感じる。上子は勇気を出して足を踏み入れていくのであった。何これ。かの地をさまようし守ろう。一切の攻撃を受けず青き炎の力をまとい戦うべし。うん、了解した。これが必要だということ。これが必要なんだ。武器に炎をつければ松明が炎をつける。かっけー。あ、で、こうか。せい。へえ、なるほどね。凝ってるね。うわー、迷った。もう迷った。あ、痛い。2回攻撃かで毒 30%。 痛いなー。圧倒的に薬草が、あれ、危ね。圧倒的に薬草が足りないぞ。これミラクルソード打つか。次ミラクルソードじゃない、ミラクル斬り。多分これ全部灯せってことだよね。まずは倒していくか。ほっ。あ、ロックオン。しばらくの間武器が必ず命中し、武器の効果が 100%。 おいいね。これだから武器効果が強いやつ、例えば即死とかね。即死と合わせたら最強じゃないか。最強じゃないか。やべえな。即死武器なんか探しとこ。なんか持ってたような気がする。屍とかが即死なんじゃないかな。よし、はい。ボー、ちょっと待って、武器変えよう。強いわ敵が。ギガントアックスレベル上げたから、これに火を灯す。よし、ここかにあるな。倒すか。なんか怖いなこれ。倒しとこう。一回倒してみよう。強すぎる。強すぎ。ワロタソード、強すぎ。ワロタアックスだわこれ。通れない。あ、通れない。せい。45。あ、気をつけて。ちょっと薬草使おう。薬草使ってヒーロー。よし、つける。あ、ドラゴンがいる。どうぞ。怖っ。とりあえず道順に来てるのはいいんだけど、ちょっともう分からなくなってきた。ちょっと闇魔法とかやめて。怖い。やばい。回避が、回避される。ああ、回避される。なんだこいつ、なんだこいつ。次ミラクル斬りしよう。右から来てんな。いやー、ちょっと危ねえな。ミラクル斬りあるのはいいけど、遠距離攻撃で先手打たれたらやばいもんな。2発でまあ倒せるのは倒せる。2発、まあ外れなければね。このギガントアックスがあんまり命中よくない。何これ、なんか光ってない。ここ
ついたんだが、ついちゃったんだが、全部飛ばさなくていいの？即死効果ない？即死効果毒だもんな。まあ自宅左でね。うん、あ、ダメだ、青き炎が灯ってない。あ、やばい。あれ、絶対これ灯しとかないと。あ、消されちゃった。もう放火だからね、これ家に火つけてるってもうただの放火だからね。くらえ！自宅左、あ、メッキしてるんで、もう振り回します。どんぐらい食らう？77。やばい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 、それはやばい。せい！もう一発！もう一発！おお、いいね、強いよ。あ、やめてやめてやめて。よし、終わりだ。ロックオン。ここはミラクル切り。まだ何があるか分かんないからね。外した。おーし、オッケー。前1マスだけなのかな、ミラクル切りとか。どうしようかな。いや、絶対ヒットポイントのなんか少なさが70とか食らわされたらたまったもんじゃねえ。ダインズレイプを倒した。霊気ダインズレイプ、レイプ暗い廃墟の最奥に現れた、霊気ダインズレイプを、武器を駆使してなんとか倒した上子。その時、上子の頭の中に何かが聞こえてきた。強き者よ、最後の試練を制したようだな。まずは褒美を与えよう。また奥義かな。何かがみなぎってきた。必殺奥義、切り捨てごめん。いやー、刀欲しい。さすがにそれは刀じゃないと使いたくない。こんな家とかで切り捨てごめんできん。切れん、これじゃ。また上がった。もうすぐ奥義打てるんじゃない？じゃあ。そして、そなたは今、我なたしすべての試練を制した。そなたに最終試練を与えよう。平和村の北の洞窟、そこでそなたを待つ。平和村、最初の村の北の洞窟。伝説の武器、強すぎて腐るソードを手に入れてみせよう。最終試練か。オッケー。まだ城には行かないんだね、魔王城ね。ウエクは思った。最終試練とやらをクリアして絶対に伝説の武器を手に入れようと。平和村の北の洞窟へ行き、最終試練に挑もう。うん、拾えるようになった。ちょっと待って、また探索したい。火全然途中までしかつけれてないんだけど。うん、こっからはちょっと大賢者のでいきます。とりあえず全部灯してみようよね。話はそれからや。はっ、燃えろサンダーストーン。やっぱ強えな、この武器強えな。めちゃくちゃ強えな、この武器やっぱり。あー、強え。強え。
振ってたら敵が吹っ飛んでいくわ。うん、うん、強い。さすがにまだ空いてないよな。あー、来た。仮装、なんか奥のやつが死んだんだが、この骸骨 HP 高いね、スケルトン。ここに火を灯して、はい、あ、あ、しまった。あー、ちょっと今はやめとくか。ちょっと後で試そう。あ、痛い。このイカズチがめっちゃ好き。イカズチ好き。宝物。ええー、装備しちゃった。やめて、やばい、やばい、あ、やばい、あ、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、回復して、あ、やばい、通れない、え、あ、しまった、ちょっと待って、え、あ、よし、ちょっとやめて。あー、でもバカ、バカだれ、もう薬草高いんだぞ。ユルさん、ちょっとここ出るまでは武器変えないでおこう。うん、火ともさんといかんから。よし、まだ一撃コシャクのやつね。ちょっと薬草が、薬草がちょっとパーン。もうほんとどんどん敵が湧いてくるからキリがないね。まあけど、たまにめっちゃ湧いてんじゃん、なんかめちゃくちゃ湧いてるんだが、下にいっそう3体いない、まだまだもう1体いる。ん？聞いてない、聞いてない、聞いてない。何こいつ、雷属性。よしよし、これ最後かな。敵めっちゃ行くな。あ、そうだ、奥義切り捨て、ごめん、やってみる。一番遠い敵と場所を入れ替える。食らった敵は2、3ターン敵化する。切り捨て、ごめん。ほうほう、まあまあまあ悪くないね。やっぱり刀でやりたいね。ドフドフ、まだ回復大丈夫。いいね、いいタイミングで炎を出してくれるね。効かぬわ。氷はちょっと遠すぎる。まだ開かないか。あ、降っちゃった。じゃあ逆側回ってみるか。いい炎だ。スッスッ、よし。ここら辺はもうつけてるもんな。あ、これ持って帰ろうぜ、持って帰ろうぜ。
あれがついてない。どうやっていくんだあれ。中、あー敵が、マシもう一発必殺 OK。 まだ、次ミラクル切りするか。ちょっと薬草があと2個しかないのが怖い。ここ上いける。あったあったあった、これこれこれ。はっ、あーなるほどね、ここ、あここつ、あここがこうなってたんか。あそこになんか宝箱があるとかそういうわけじゃはないんか。あとちょっとでまたレベルがいい感じに、レベルがサクサク上がっていくね。ただの行き止まりかここは。じゃあこっち側は行ってないよな、まだ。レベルアップ、うーん HP かな。とりあえず200まで上げたいね。こいつ雷効かないんだよね。氷めっちゃ効くけど。さあバチバチクソく、バチクソ効く。くらい。暗い。ああまあ行き止まりかってことはもうないんか、これ以上は。うん、回ってるな。行って、あやばい、大丈夫か、大丈夫だ。やめろやめろ。コウモリには雷を一撃で、炎でも一撃。なんか別のやつが隠れてたそこに。骸骨だろこれ。死の使い。ちょっともう追い出して、もう外に絡んでこないで。あぶねー、回復。よし、じゃあこっからおさらばしよう。とりあえず何、ウエコの力覚醒した。なんとフィールド内の武器を全て拾えるようになった。さらに洞窟のボスと再戦できるようになった。出現するボスを武器として拾っていない場合、再び洞窟を訪れることでボスと再戦することができます。なお一度でも拾うと再戦できる。おお、なるほどね。ボス拾えるよっていう感じ、ボス拾えちゃうよってやつ。ちょ、間違えてよくこれタブボタン押しちゃうんだよね、なんか癖で。タブボタン押したらキーボード効かなくなる。じゃあ一回戻るか。戻る前にとりあえずフィールドのものを全部拾えるようになったということで、ああここは俺が壊滅させた教会。ちょっと戻る前にぐるっと見てみる。宝箱結構落ちてるからね。でこれはただの冒険者でしょ、これ最初のとこでしょ、キャンプやってる人いるでしょ、スコップ落ちてるでしょ、ハゲいるでしょ、でこれあのダーガね、ダーガ連れてきたとこで、でこれ2つ目に試練行ったとこね、
で、こっち上がっていくと、魔女の館ね、魔女の館があって、で、右側にこの、一番最初に、あ、てか、火ついてんだけど。ブラウン。ブラウン拾った。で、こっち側に行くと、お、これはちょっと初見だね。どうしたババア、釣り人ドルハーバ。ババアじゃないのか。わしはここで何年も釣りをしておるが、一向に釣れる気配がないわい。だがいいんじゃ、この果てしなく大きな海を見つめ、静かに思いを、馳せる、それが幸せなんじゃ。見てみ、こうしてこの位置から海を眺めていると、まるでこの海すら自分のもののような、そんな気がしてこんか。なんつってな、はあ、いらない、いらないよ、あのじいさんは。あのじいさんはいらない。んで、こっちは宝箱1個拾っとって、で、ここが多分、魔王城だと思う。うん、魔王城らしき。んで、で、コンビニでしょ。北の洞窟って言ってたよ。あ、これか。これが次行くところだっけ。本当に平和村の北側の真上のところにあるんだね。本当に真上にあったんだ。ボス回収しに行きてえな、そうなると。まあこんなもんかな。なんか見落としあるかもしんないけど、まあ一旦ちょっと村戻るわ。村戻って、ちゃんと武器商人の仕事すよ、武器商人として。で、あの勇者もうあれっきり現れないしね。あ、全部売れてる。よーし。はい。持ち物からとりあえずいらないもの。崖がいっぱい。あ、エクスカリバー意外と安いな。安いんだ。ちょっと崖いらないな。崖いらない。悪魔のナイフ、まあこれもいらないか。はい、よーし、いいね。武器庫。旅人の剣とか絶対いらないでしょ。あ、これ即死効果あるね。家とかどんどん売っちゃおう。家1個メッキしたから、メッキしちゃったんでね。よし、で、エクスカリバーメッキしとこう。ね。エクスカリバーをメッキして。手伝ってもらう。お金ちょっとあるよね。4万円。うわぁ。まあ、武器庫はとりあえずいいか。とりあえず安いのから、どんどんやっていこう。これ呼び込み、まず。これで、売れる時間が短くなる。パンパン。呼び込みしてたよ。こんな子に呼び込まれたら絶対来るよね。間違いなく来るわ。で、呼び込みレベル3にしとこう。もう一回行ってこい。いらっしゃい、いらっしゃい。安いよ、安いよ。買わなきゃ損損。絶対行くわ、俺。10分で売れるようになった。で、あと1万円。まあ、ここ、やっとこう。1.5、1.5 倍。応援はいるような、経験値だもんな。商品棚はもう一個欲しいね。これはあった方がいい。おーし、サンキューな。よし、お金なくなっちゃった。並べよう。武器庫。ビッグブレードメッキしたしな、もったいないな。トライデントいらない、弱い。テントいらない。ドラゴンが、ドラゴンだけ。
でエクスカリバーをメッキ、 A ボタンでそうとしてエクスカリバーは、はい、オッケー。研いとく。あ、けど研ぐは一時的だしな。鍛える。エクスカリバー一回鍛える。絶対強いでしょこれ。ずっと火ついてんだけど火消えなくなったんだけど全部の武器に適用されてるんだけど、じゃあ蹴散らしていくか。とりあえず村人全員死ね。よしよし、うえっなら、ガキお前もだ。やめとこう、うん、やめとこう。人に戻れなくなる可能性がある。人に、これクマとりあえず集めてみる。クマ、あれ、え、喋れんのクマ。燃える炎のような情熱で炎の出る武器、炎出てるよもうこの先っぽから。燃やしたろか。炎の出る武器持ってるよ、あえて。うん、これ。うれ！あら、炎の出る武器持ってきたよね。すごい熱気。そう、私の求める恋とは、この武器のように熱く激しい恋。あん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 。ごめん、取り乱したわ。ご褒美にあげるわ。はい、どうぞ。うわ、ありがてえ。世界には私を含めて4匹のクマがいる。すべてのクマに見る。ちょっと、クマを俺持ってるんだが。あ、クマ2つ持ってるんだが、今。ちょっと破棄しとくわ。このクマどこにいたっけ、トム。茶色いのは左側にいたんだけど、トムどこにいたっけな。忘れちゃった。まあいいか。見つけたら、うん、その時話しかけりゃいいか。はい、ってなわけで、一旦区切るか。次、ここの、村の上にあるね、最終試練、受けに行こうと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。死ねー！お、逃げんのか、お前。おい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 、待てよ、おい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 。逃がさん。ちょ、おい、逃げれると思うなよ。マジでよ。あ、来た。チェックメイト。よし。お疲れ様でした。